召喚は、軍隊の階級区分の1、左官の上に位置する。その区分は複雑で、国により、軍手により多岐にわたるが、2階級制を取るものから4階級制を取るものなどがある。陸軍や空軍では、将軍、海軍では、提督と総称される。一般的には、階級としての減水は、召喚には含まないことが多い。 近代的軍隊の成立初期は、平時の最上級編成単位が、連隊や、個々の軍艦である場合が多く、将官は戦時に臨時に置かれるものであったり、単なる職務であったりすることがあった。ゆえに初期には、将官の区分は、少なかったりあるいは比較的会の将官しか、任命されないことが多かった。例えば独立直後のアメリカ合衆国では、 陸軍中将が最上級であった。陸軍では、主に軍司令官や師団長等を務める。海軍では、主に一定規模以上の艦隊の指揮官等を務める。空軍では、主に航空団の指揮官等を務める。また、実戦部隊以外では、国防関連省庁の次官や局長等の幹部、参謀本部の幹部等の役職に就く。 ヨーロッパ諸国の陸軍では、ルテナントジェネラル、メジャー、ジェネラルといった、通常の故障方式である旧欧州方式と、フランスやイタリアなどで使用されている召喚の階級を、部隊改定で故障するフランス方式システムに、大別される。現在でも依然として、少々対象の三階級制を取っている国は、少なくないが、イギリス、英連邦諸国や、 中東やアフリカでかつてイギリスを宗主国としていた国々、ノルウェー、中国、チリなどのように少々と大差の間に最上級の左官である上級大差ないし大将をワンスターランクとして設定している国とブラジル、ペルー、エクアドルなどの南米の一部の国々のようにワンスターランクのない国に大別される。後者の陸軍では召喚の階級を フランス革命方式で故障するケースもあり、この場合は基本的に上から陸軍将軍、師団将軍、旅団将軍と故障する。召喚四階級制を取る国々との共同作戦においては捕食による階級調整を要する。現在、一定規模以上の軍事力を保持している諸国は召喚に四階級制を取る場合が多い。この場合は一般的に 大将、中将、少将、順将に区分される。かつてのドイツ国防軍などでは、上級大将、大将、中将、少将に区分される。ドイツ連邦では、政令で、かつての上級大将を、大将、大将を、中将、中将を、少将、少将を順将に対応するものと定めている。また、この影響を受けたソ連軍、ロシア軍などでは、 上級大将、大将、中将、少将の四階級制をとっている。なお、その他にも四階級制をとっている国もある。フランス革命方式によって陸軍を呼び、空軍の将官の階級を表現する国々では、基本的に上から、軍将軍、軍団将軍、師団将軍、旅団将軍と表現される。かつては、上級大将、大将、中将、 少々に対応するものとされていたが、ナトウ発足後は、各国とすり合わせる、関係上、大将中将少々、順将に対応するものと定められた。例外として、メキシコでは、師団将軍、旅団将軍をそれぞれ中将くらい、少々くらいとし、ゼネラル・ブリガディールを順将くらいとしており、イタリア陸軍では、軍団将軍の中で、 特定の捕食にあるものを対象くらいとしている。納豆諸国でデンマークなど伝統的な三階級制であった国々は共同作戦における人事バランスから順章が新設されているが、その時期はまちまちで一番遅いのはポルトガルの1999年である。日本軍海軍少将の事例書日本軍は大将中将、少将の三階級制を取り、 順序を置かなかった。召喚は新任官または直人官だったことから、継承は閣下を用いた。陸軍将官を、フランス革命方式でを故障する国々ではそれぞれ、軍団将軍、師団将軍、旅団将軍と呼称する。自衛隊自衛隊においては、将、将補の二階級制度をとっている。階級名の英訳では、統合幕僚長、 陸上幕僚長、海上幕僚長または航空幕僚長を除く小中将に位置づけ、幕僚長たる陸将、海将及び空将には対象に相当する英訳を用いている。これらが実質的に対象に相当する。そもそも各国の軍隊の階級制度を見ても、法令上、階級とされているもの以外にも、 いわゆる、階級として認められているものも多く、それらは、法令上は、称号であったり、職務であったりするものも多いことから、自衛隊におけるこのような扱いもさほど得意なものでは、ない。すなわち、とされている。これは、アメリカ軍の少将までの階級を恒久的、階級順庄に当たる階級が存在しないが、外国軍隊との共同行動に際して、 均衡を取りにくい等の問題点があり、2010年度以降に、順庄を創設することが検討されている。また、章、章法といった、現在の召喚の名称もわかりやすく、大将、中将、少将などに改定することも検討する。ただし、現時点においても補足により、アメリカ軍の大将、中将 少々及び、順将の扱いを受ける、いわゆる対外的な階級区分が内在している。陸上自衛隊を例に挙げるならば、陸上の階級にあるものでは、陸上幕僚長は、大将、方面総監等が中将そして師団長等が、少将の扱いとされ、陸上補の階級にあるものは、対外的には、順将として扱われる。中華民国国軍では、 召喚4階級制をとっているものの、英訳によれば、ブリガディールゼネラルなど順位賞に相当するものは置かれておらず、二級上昇が一般的な対象に相当するものと扱われている。そのため、国防部参謀総長、陸軍司令、海軍司令、空軍司令などには二級上昇が当てられている。一級上昇は上級大将に相当し、 かつて国防部参謀総長就任者に与えられる階級であったが、現在では戦時に限定されている。1級上昇、2級上昇とも階級不合は、オブマイナス9とされ、オブマイナス6相当の階級はない。準小対象までの階級のうち、1から2階級がない国も存在する。また、小国では、必然的に軍の規模は小さくなるため、最高位が、 順将、少々、あるいは中将という国も珍しくない。ただし、当時の古庄は、ゼネラル・イン・チーフであり、大将扱いで、中将位になったのは1866年以降とされる。アルマノックはシェット1917年度版82ページ、日本陸軍階級チャート。フランス軍でも、陸軍と空軍の中将及び大将は、少々の、 海軍の上級中将及び対象は、中将の特定の役職に役職と結びついた一時的、階級である。ただし、便宜上一差の指定職のうち、副主団長、団長職等の特定の要職にあるものに対しては、順将と同一の大群を行う場合があり、専用車に提示する、車両標識において、 召喚と同じ赤の台座に位置さであることを示す、防子一個を取り付けしたものを提示していることが多い。特に中東地内の移動だけでなく、在日米軍基地の英文通過時にもそれを提示している。陸海軍軍艦士官任官条例。陸海軍軍艦士官任官条例の英訳。ありがとうございます。